はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、久しぶりに渡辺和明プロと、はい、こういうことで撮影させていただいたんですけども、はい、よろしくお願いします。撮影させたボールなんですけども、アイドル。はい。アイドル。アイドル。アイドルですね。いい名前ですね。あの元から新しいシリーズで、はい、やっぱりコア、シェル、うん、あの新素材、新コアを採用したアイドルというボールなんですが、はい、このアイドルっていうコア、まず素材から言いましょう。マイクロテックトレックスって言いまして、まあ、あのマイクロってつくと結構強い部類の能登の製品が多かったんですけども、うん、やはりこれもオイルには非常に強い。でまた、コアそのものがアイコンコアとこういうコアなんですけども、はい、このアイコンコア、あのどの辺かって言いますと、よくあのこのシリーズであのマッドキャップコアとか、うん、ミドルロール70コアとか、うん、あのハイワイヤーだとかですね、まあ、最近で言ったら、そういうふうな中間帯のコアを使ってた傾向が多いんですけども、まあ、ディアディビルなんかもそうですよね、それ辺のクラスよりはちょっと強い、素材そのものも限りなくハイワイヤーより強いというような設計で、うん、はい、投球していただいたコンディション41フィートと、はい、こういう、まあ、ミディアムからミディアムヘビー近いコンディションだったんですけども、渡辺プロ、はい、上げてみた感想は。そうですね、まあまあちょっと投げてみるまでどれぐらいの強さのね、うん、ボールなのかっていうの分かんない状態で、はい、まあ、投げたら新しい、まあ、設計ってことで、はいはいはい、まあ、投げたんですけど、まあ、率直な感想としては結構オイルに強くて、うん、先もしっかり曲がるな。ロトグリップってイメージとして、はい、僕の中では転がりが良くて、はい、割となだらかなイメージがあったんですけど、はい、まあ、今回にもソリッドカバーの強い、まあ、表面ってことで、はい、まあ、緩くなるのかなと思って投げたんですけども、うん、意外と先のキレが、まあ、ソリッド系の中で見るとしっかり出て、はい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 、で幅を取ってもピンアクションがやっぱり、まあ、弱くならないっていうのがすごく特徴的に感じましたね、うん、なるほどね、強いボールに感じました。やっぱアイドルですねみんなのアイドルなるかなりそうですね、はい、石原プロはどんなイメージを持ちました？そうですね、新しい、コアとカバーということで、はい、まあ、色もね、こういう色、あの、うん、単色、単色で、ね、まあ、懐かしいイメージはあるんですけど、うん、色的にはですね、うん、で非常にでも僕はこのボールっていうのは、まあ、上から、まあ、カバーで言えば4番目ぐらいに強いカバーになると思うんですけど、はいはいはい、そのバランスがね、僕非常に今日投げてみて非常にこう転がり感と、はい、非常にこうマッチングしてて、うん、すごく扱いやすいボールではあるんじゃないかなっていうふうに、もう第一印象はもう間違いなくそういうイメージでしたね。なるほどね、はい、まあ、あの撮影こうしちゃうとカメラが通るとこう綺麗に見えちゃうんですよね、うん、まあ、ちょっともうちょっと本当は実物は色が濃い形なんですけど、非常にこうパープル系が鮮やかに出ちゃったりしたんですけども、まあ、統計してる感じだと非常にその鮮やかさがパッと目に入ったんで、まあ、やっぱりこう、まあ、お二人が言うように転がり感的にもね、非常にやっぱりこうあったなっていうのと、まあ、ロトグリップの今回目指したところってどこってなると、うん、まあ、確かに冒頭で渡辺プロが言ったようにロトグリップの、まあ、根本っていうのがコントロール性っていうところなんですけど、やっぱりこう石原プロも投げてみて感じたと思うんですけど、先が結構アグレッシブかなっていうね、うん、まあ、ストームのパール系までいかないんですけど、まあ、ソリッド系の割にはね、うん、かなりしっかりして、はい、アグレッシブに、うん、まあ、ね、先がこう、やっぱアイドル、彼らだからっていうね、感じの動きをね、してくれてたんで、まあ、非常にやっぱり興味が、まあ、今回の新しいシリーズっていうことで、まあ、お二人も本当に興味があったと思うんですけど、多分これを見ておられる方も、どんなボールなんだろう、この二人の中でどんなボールなんだろうっていうのが興味あったと思うんで、非常に参考になったんじゃないかなというふうに思いますよね。
まず渡辺プロのイメージなんですけども、はい、渡辺プロこれは試合用という、はい、ことだと思うんですが、はい、今日のアイドルはどの辺に？まあちょっとストーム系が多いんでね、ロッドとの比較になるんですけど、まあ、同じ対象コアのソリッド系ってことでフェーズ2に比べるとちょっと強いかな、曲がりも大きいかなっていう風に感じました。なるほどね。はい、はい、わかりました。次に石原プロのシリーズ比較なんですけども、はいはい、まあ、シリーズっていっても1作目なんで、はい、まあ、ロトの中間帯を、はい、ボードに貼っていただいたんですけども、はい、やっぱり何点だってアイドルはどの位置に？そうですね、やっぱり上の方にいたいんでアイドルなんで、まあ、ズバリこの2番目平和への下ぐらい。はい、わかりました。皆さんがお楽しみの新企画の質問コーナーということで、今日もいくあの渡辺プロの出場ということで、すごい質問がいっぱい来てまして、ありがとうございます。まずはじめにですね、愛知県の石井さんから、石井さん、あの質問が来てまして、はい、渡辺プロに質問です、はい、よく発売前なのに、うんうん、いいボールが出るよと聞きますが、うんうんうん、はい、どのような感じで見極めているのか、はい、好みの動きやピンアクションなどもあると思うんですけども、うん、コア、カバー、デルタガードの数値など、またどこをどのように読み取ると、うん、大まかなボールの特性や動きなどを読み取ることができるのでしょうか。はい、緩い、走って切れる、ヘビーに合う、ショート、ロング、レンコンに合うボールを数値やカバー、コアで予測できますかと。はい、実際を投げてみないと一番合うのは分かりにくいとは思うんですがねっていうことなんですが、渡辺プロどんな感じですか。まあそうですね、まず最初のいいボールが出るよと聞きます、はい、ということなんですけど、はい、まあいいボールってなかなかね難しいと思うんです。人によって、うん、まあ球質も違いますし、うん、まあ、合うボールっていうのがね人それぞれあると思うんですけども、はい、まあ一つは、まあ、そのプロの中で、はい、まあ、先にテストボール投げたりしてみて、はい、そのまあ万人受けするような高評価が多いボールっていうのは、まあ誰にとっても割と投げやすいボールなのかなっていうの、まあ、あとはもう一つは、うん、自分の好みですよね。自分のまあ大体好きなボール、まあ、これ数値とかっていうお話もありましたけども、はい、まあ、感性 RG だとか、はい、まあ、デルタ RG とか、はい、まあ、あとは表面素材によってこう自分に合うボールっていうのが、はい、まあ、大体その数値を見るとまあ、なんとなく想像はできますよね。まあ、最後におっしゃってたように、はい、まあ、投げてみないとわからないと思いますけどっていうのはあるんですけど、はい、まあ、本当にその通りで新しいコアだったり、まあ、カバーだったりすると、はい、まあ、なかなか投げてみないとわからないんですけど、はい、まあ、例えばシリーズで続いてるコードシリーズだとか、はい、まあ、ロックいろいろありますけども、はい、まあ、そのコアによって自分の、うん、まあ、好きなコアと
っていうのはあると思うんです。あとカバーストップ、好きなカバーストップ、まあ、例えば僕だったら、まあ、ロックシリーズが好きだとかコードシリーズが好きだとか、であとはカバーだとソリッド系が好きだとかっていうのは人それぞれまあ球質が違うんで、まあ、一概には言えないと思うんですけど、まあ、そういう好みを組み合わせた時に、あ、このボール楽しみにしてたなとかっていうのが、これいいボールなんじゃないかなっていう想像につながるので、あとは実際に投げてみてやっぱり思った通りの動きだったりとか、まあ、例えば安定感があるだとか、まあ、いろんな人にこう投げやすいボールかなっていうところで、いいボールっていう、まあ、一括りにすると表現をすることはありますね。なるほどね、はい。まあ非常にね、こういいボール悪いボールっていう表現はね、はい、まあ、僕らもない、はい、まあ、合うか合わないかっていう部分でね、うん、いうよりは何を求めてるのかなっていうところが ね、はい、どうしても当たらないところはあるのかなと、はい、こういうところですね、うん、でもう一つの質問、はいはい、いっぱい質問が来てるんでね、まあ、選ぶの大変なんですけども、次はですね、愛知県のやっぱり山田さんから来た質問なんですけど、山田さん、ボールハイスポーツのもので揃えてあります、はい、私もね、はい、山田さんもありがとうございます。武器があるのに毎回ボールチェンジのタイミングライン取りに困ります。はい、渡辺プロは試合中にボールチェンジのタイミング、はい、またライン取り、ボール選びとどのようにしてますかと。なるほど。いうふうに質問が来てるんですけども、はい、まあ武器はあるってことなんで、いろんな、ね、ラインナップが上から下まで多分揃えてると思うんですけども、はい、まあ、まずはそのボールの特性を、まあ、練習でよく知るってことですよね。はい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 、実際、まあ、数値で見ればある程度分かりますけど、はい、実際にこう例えばオイルの長さが違ったり、はい、オイルの量が違ったりすると、はい、そのレーンコンディションに合うボールっていうのがあると思うんですよね。で、まあ、一つはそのパターンを見て、で、まあ、ある程度このボールが合うかなっていう予想を立てる。なるほど。で、あとは、まあ、実際に試合だと前日練習っていうのがあるんで、はい、まあ、そのイメージがデータ通りと限らないんですよね。やっぱり板が違ったりとか、そうですね、オイルの種類が違ったりによって実際その想像と違うことがあるんで、やっぱりその前もって練習をしてみて、そのレーンコンディションセンターに合うボールっていうのをまず前日の時点でイメージします。なるほどね。で、このボールがまあ一番合いそうだな、幅広く一日通して投げられそうだなっていうボールを中心に、まあ、上下で組み合わせていくようなイメージですね。なるほどね。はい、ボールの変える、試合始まりました、はい、ボールを変えるタイミングなんかっていうのは、まあ、そうですね、まあ、ある程度これは感覚にもなるんですけども、まあ、やっぱり一番変えなきゃいけないなと思うのは、はい、自分の思い通り思ってるイメージで思ってるところに投げた時に思ったような動きにならなかったり、ピンアクションが出なかったりした時にやっぱりもう大きくイメージを変えたいと思うんで、ボールを変えちゃったりしますね。あとはまあ微調整でもう少し先の動きが欲しいだとか、まあスピード調整によって調整したりもするんですけども、まあちょっとイメージ変えたい、ピンアクション変えたいという時にボールを変えたりします。なるほどね。はい、まあ、それぞれ変えるタイミングっていうのはね、何かのきっかけがあると思うんでね、はい、まあ、この方もやっぱりそういったイメージでね、渡辺プロのようにきっかけが何かあった時に、はい、うん、まあ、こう変えてもらうっていうのもね、はい、一つのいい ところかなというふうに思いますよね、はい、次に石原プロに、はい、石原プロ毎回出てるんでね、また質問もいっぱいあるんですけどね これ石原プロに質問、単純な質問なんですけど、奥深い、皆さんが興味ある、北海道からですね、はい、谷川さんっていう方が、はい、あの質問なんですけど、単純にボールの寿命をどれくらいと考えてますか？そうですね、はい、商売上長く持ちますよって言いたいんですけどはっきり言って、寿命ですよね。何も、まあ、前回のなんか近いことを言ったとは思うんですけども、はい、本当にあの何も手入れしないと、はい、まず30ゲーム60ゲームで必ず劣化始まっていきますので、はいはいはい、やっぱり手入れをしていただいて、はい、あの手入れっていうのはやっぱり一番皆さんが経験があるのがボールが
進んできたボールが光ってきたとか、ボールの動きがちょっと鈍くなったなって経験が非常にあると思うんですね。そういう時っていうのは表面の、簡単に言うとこういう山があるところに、そんな目では見えないんですけど、その山のところにオイルと汚れが入っていく分で光ったり、その山が、低くなるんで、高さがノコギリの刃みたいなのがいうところに、詰まってきて鈍くなるっていうことがあるんで、そのもちろんクリーニングをしていただいて、なおかつ、それでもゲーム数を仮に、まあ、60ゲーム 何もしなかったよと、というと60ゲームで結構限界になるケースがあるんではないかなと。なるほど、はい、それで、まあ、もちろん何もしないで100ゲーム投げちゃうと明らかに多分ボールは劣化してると思うんで、まあ簡単に言うとその箱出しまでは行きませんけど、その一回その山をもう一回再生していただくと、そのボールの寿命っていうのは非常に長く続いていくんではないかなっていうんですけども、非常にどうやってしたらいいんだっていう、多分この次はそういう質問になっちゃうとは思うんですけども、簡単に言うと、まあそのもう何もしなかったらですね、一回360番500番、例えばボールのそのボールの仕上げはどういうボールの仕上げで最初箱出しになってたかっていう経緯を見ながらですね、まあ、簡単に言うとそうですね、手でやるよりはサーフェクトファクトリーというそういう機械があったりします。置いてあるセンターにもいろいろあるとは思うんですけれども、そういうもので、その、もう何もしなかった場合はですね、その3種類の工程をやっていただくとまた復活しやすくなりますので、その経緯を何回か、繰り返してもらうと、ある程度寿命っていうのは非常に長く、持つと思います。ぜひやってみてください。昨日たまたま私も営業先で同じような質問があって、はい、何回ぐらいこう再生できるんですか、みたいなね質問があったんですけど、実際に私が答えたのは360番をもしずっと入れた場合、360番ってベースになるんで、そんなに長い時間やらなくていいんですけども、それをやったとしても10回はできるよって僕言ったんですね、まあ、それぐらいやったとしても K はそんなに変わらない、ただまあそれはアバウトな10回っていうのが計算なんですけど、まあやっぱり使用頻度とかね、今石原さんが言ったように、ボール大切なんでね、やっぱりケアをしてほしいなと。で続いての質問なんですけど、今回は東京都、はい、辻健二さんからご質問なんですけど、はい、毎月、新作の動画を楽しみにしております。はい、ありがとうございます。また購入の際にとても貴重なツールとして拝見しております。で基本的にはですね、自分の持ってないラインナップを中心にボール購入を考えているんですが、実際購入した際ドリルレイアウトに非常に迷ってしまいます、で動画の際にですね、違うレイアウトパターン、まあ、同選手による投球も拝見できれば嬉しいと思うんですけども、まあ、これはなかなか難しいんでね、質問なんですが、ドリルレイアウトでどの程度動きが変化するのか、また自分の投球の癖でいうと、どうしても手前から曲がり始め、ロールアウト してしまう傾向があるので、こういう靴もレイアウトによっては多少変化させられることができるのでしょうかという質問なんですけども、はい、そうですね、まあ、一番最後の質問が一番メインなのかなというふうに、思うんですけれども、そうですね、レイアウトによって多少はできます。できますけれども、多分どういうタイプのボーラーさん、例えばどういう球質の持ってる方によってもまたちょっと変わってくるんで、非常にローリングが離れてるとか、そうすると多少レイアウトも変えていかなきゃいけない可能性もありますし、基本的にまあ単純に手前から曲がりが出るっていうんであれば、あまりまあ、俗にピンダウン、ピンを下に向けていくっていうのは、あまり避けた方がいいかなとは思います。やっぱりこうね、最初の質問の中でね、癖っていうのを見分けるっていうのは、どうしても僕らは今映像上で見てないんでね、ここ直しなさいよって
ていうことは言いづらいと思うんですけど、例えば先ほどの質問の最初にドリルレアでどの程度ボールが変えられるのかと、うん、動きが変えられるのかっていうのはどうなんですか。そうですね、どの程度、うん、そうですね、パーセンテージっていうのはみんなそれぞれ例えば大きく変化する人も当然いるんですけども、はい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 、どのぐらい数字で言うとなかなかちょっと難しいかもしれませんけど、明らかにイメージが違うなって感じる方もいると思います。なるほどね、はい、実際にやっぱりプレーを見させていただいて、例えばどういうローリングタイプなのかとかによってはレイアウトを、時にはアップしたりダウンしたりする必要があるとは思うんですけれども、はい、なんともそのちょっと答えになるか分かりませんけど、実際見てみないと分からないっていうのはもう実際なんですけれども、はい、レイアウトでまあピンのプレースメントが上になるのか下になるのかによってはやっぱり非常に差が出る、ボーラーさんもいると思います。明らかにまあどっちかというと上に行った方がバックエンドで出ようとする、形になると思いますので、一回例えばそう自分のボールがどういうようなレイアウトをされているのか、例えばどういうふうな、イメージで開けられているかっていうのを一回ドリラーさんに相談をしていただいたらいいんではないかなというふうに思います。なるほどね、はい、まあ、非常にやっぱこの方も興味持っておられるなと思うのが、はい、まあ、こういう単純な質問って言い方悪いんですけど、はい、まあ、やっぱりこう間違いなく言えるのは確かにカバーストック、まあ、カバーストックを変えることが一番変わる、うん、もうこれはもう明らかに変わる、まあ、その次に何が必要かって言ったら、まあ、石原プロもよくアカデミーの中で話してるね、はい、あ、やっぱりコアの数値の問題、はい、でこの数値の問題ってなってくるとレイアウトも当然そうなんですけど、エクストラボール一つでも変えられる、まあ、その通知を変えられることができるっていうね、まあ、ストームの、ボールの特殊にこれも今ご質問のところの中でストームのドグリップのこれがね一番心臓の部分で、カバーだけで変えることっていうのは制限がどうしてもある、まあ、光るか曇らせるか、まあ、これも光らせたら直線長くなる、うん、曇らせたら手前がから噛む、もうこの2つしかチョイスできない中で、ストームロトグリップっていうのは、まあ、エクストラホール1つでもやっぱり動きを若干変えられる、レイアウトも変えられるっていうのはこれ他のメーカーにない第一のところなんですよね。だそういう意味では本当にコアを大切にしてる、会社なんで、まあ、やっぱり辻さんもですね、ドリラーの方にいろいろ相談させてね、して、まあ、癖っていうよりはね、レイアウトで変えるっていうのは根本的にボーリングを変えることはなかなかできないと思うんですけども、まあ、やっぱりあ、なんだこういう動きしたんだな、ああいう動きしたんだなっていうのがね、そうですね、イメージだけでもね、自分がどうしても手前に感じると、ね、まあ、実際どういうボールのね、特質を持っているボールを使ってらっしゃるのか、まあ、バリエーションいっぱいあるとは思うんですけども、はい、やっぱりカバーの差だとかによっては、はい、まあ、コンディションによっては当然変えなきゃいけない部分もあるん で、ね、ぜひもう一回見直していただいて、今自分はどういうタイプなのか、どういうボーラーなのかっていうのをまず、知っていただいて、どういうふうに変えたいのかっていうのを相談していただくといいんじゃないかなと思います。あとね、ちょっと私がこの質問に答えるようで申し訳ないんですけど、必ずアクシス測ってほしいなと、はい、うん、アクシスポイント、はい、今空いてるボールがアクシスポイントからのどういう距離になってるのか、はいはい、まあ、これをね、やっぱり調べて、そうですね、まあ、行かないと、はいはい、まあ、そのよく、うん、何時何時ってこの、ね、スリムの上だよっていうんですけども、ボーラーさん全員ボールの通ってるところのアクシスの距離っていうのは皆さん違うんで、はい、ぜひそれは当然測っていただいて、ね、やっぱ測ってもらって、はい、今ボールどうやって空いてるのかとかね、はい、そうすると距離が分かれば大体特質が分かるんで、どういう狙いで開けたのかっていうのも分かりますから、はい、まあ、その辺を参考にしていただいてね、今後またつなげていただければなと、まあ、本当にね質問がまだまだいっぱいあってですね、うん、特に渡辺プロに私からも質問したいぐらい、ね、だったところもあるんですけども、まあ、これはやっぱりね皆さんの質問に答えるのが優先なんで、またですね、はい、アイドル、
はい、期待の星になってくれるぐらいね、やっぱりこういいボールだとなると思いますので、はいはい、皆さんぜひですねご検討ください、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。